ルフィノから軽く報告を受けたわ。まさかエリヌ・ロアユ大統相が帝国軍の密偵だったなんて。彼女とはラウバーン局長と共に暁決戦の際にも共同してもらっていたの。万族万神問題解決のためにとても熱心だった。私はあの時の彼女の笑顔が忘れられない。もしかしたらあれが彼女の本心だったんじゃないか。報告を聞いた今でもそう思うわ。ダメね、気持ちを入れ替えないと。亜死炎対策についてあなたに報告することがあります。みんなを呼んで情報を共有しましょう。みんな揃ったかしら。ムンブリダさん、お願いします。了解。私が持ってきた白聖石、これはエーテルと化したアシエンの魂を封じるものだ。この魔気が莫大なエーテルを吸収できることは万神シバとの戦いに際して証明された。ただしエーテルを保持できるのは短期間だけ。アシエンを封じると言っても一時的に閉じ込めるのが精一杯だ。白聖石の限界に加え、アシエンの未知なる力にも警戒を。仮に封じ得たとしても。そう、つまり捕らえた直後に消滅させなくてはならないのさ。エーテル体となりしアシエンの魂、これを消し去る手法となれば理論上の答えは一つ。純粋なるエーテルの刃にて追消滅させるより道はなし。だけどアシエンの魂の質量とも言うべきエーテルの総量がわからない限り、その消滅に必要な刃の高度、エーテル密度の予測が立てられない。唯一の手がかり、それはかつてアシエンと対峙したあなたの事例のみ。魔導省プラエトリウムでの戦い、あなたはハイデリンの導きを受け、光の武器、おそらくは星の意志による巨大なエーテルの刃を用いてアシエン・ラハブレアを退けた、そう言っていたわね。結局アシエン・ラハブレアは闇のクリスタルを介して狭間に逃げたわけだけれど、少なくともその時ハイデリンは光の武器をアシエンを倒す力としてあなたに与えていたことになるわ。でもあれはハイデリンの導きにより使えたもの、自らの意志で自由に制御できる性質のものではないはず。超える力と同じようにね。最低限その時と同じ規模のエーテルの刃を不確定要素なく自らの意志で操れなければ、アシエンの完全消滅は成し遂げられないということ。だけどそれを人工的に起こすとなった場合は途方もないエネルギーが必要となるか。この白聖石を2つ用意して、一方に私たちのエーテルを閉じ込めておくってのは。イダ、言ったろ、この魔気にはエーテルの長時間保存はできない。どうしてもその場でエーテルを作る必要があるのさ。つまりアシエンを白聖石に閉じ込めた時、都合よく光の武器を使えるのか。この点に課題が残る状況ってことだな。もっと情報を集めなければね。私はしばらくここに残って白聖石の調整を行うつもりさ。
なあ、ウリエンジェは砂の家ってところにいるんだろ。どうせ一緒にやらなきゃいけないんだ。せっかくだしあんたも来なよ。私は砂の家の執務長、戻るのが筋というもの。それにあの地は宿命と知識が交差する場所になれば、長きにわたり離れるわけにはいきません。なんだよ、釣れないな。いいよ、だったらこっちから通ってやる。あなたが出ている間にバルデシオン委員会の件でシャーレアン本国から連絡があったの。消滅したというバル島があった海域に本国の調査船が赴いたそうよ。でもそこに破壊の痕跡はなかった。最初からバル島など存在しなかったかのように、ただ無だけが残されていた。これが何を意味するのか、引き続き調査中のようですが、ただ気になるのは、時を同じくしてバル島以外の場所にいた研究員も姿を消している点。彼らはいずれもバルデシオン委員長と共に太古より伝わる次元悪解という現象の研究をしていた。アルテマ級の魔法波を残し島一つを消すなんてこと、アシエン以外にできるとは思えないけど、それ以上の何かを感じるの。もしかしたらこれが彼らの言う絶対の神と呼ぶ存在の力かもしれない。せめて友人の意識が戻れば話も聞けるのでしょうけど。祭の直後は帝国の将ガイウス率いる帝国第14軍団は鮮やかな手際でエオル勢の要衝を抑えた。その手引きをしたのがエリヌ・ロアユだったとは。今にして思えば、北ザナラーンの干渉地を維持できたのも彼女の存在によるものだったのかもしれんな。だが彼女が接触を図っていたのはガイウスではなく、さらにその上だった節がある。つまり帝国本国だ。ガレマール帝国の初代皇帝ソルゾス・ガルバスは、一度はメテオ計画によりエオルゼアを焦土と化すことを承認した。それはおそらくエオルゼアで始まった神降ろしを北州や東州に拡大させぬように、万神に汚染された者たちを抹殺するためだった。しかし霊祭を境にして方針が変わった。ガイウスがアルテマ・ウェポンという切り札を手にしたことで万神を抑えることができると踏んだこともあろう。だがその根底にはエオルゼアを植民地支配し富を奪うという旨味があったからに他ならない。そう考えればガイウスのエオルゼア再侵攻を認めながら全面衝突を控えるように押しとどめていた点も理にかなっているか。エオルゼアの民が頑なに反発し、仮に万神の召喚を乱発すれば、当然ながらエーテルは枯渇して土地は死に、命は絶える。そんな死の大地を手にしたところで利得はないからね。
エリヌ・ロアユの情報をもとにガイウスの動きを抑え均衡を保とうとしていたのは誰か。第14軍団に対して命令する権限があったのは病床に伏していた初代皇帝を除けばただ一人。全軍団を統括する大将軍、確か当時その座についていたのは今や二代目皇帝となったバリス・ゾス・ガルバス。こいつが彼女の雇い主か。それにエリヌ・ロアイはエオルゼアの情報を帝国に流していただけでなく帝国からの情報も利用していたようだ。双方の情報をうまく使いエオルゼア側の均衡も保っていた。戦争が長引けば金が動く。これで彼女のこちら側の雇い主が想像できよう。二重長者だったということか。くそ。ガイウス亡き後も彼女が第14軍団と接触を続けていたのはもともとガイウスが雇っていたわけではなかったというわけさ。ただし分からなかったことが一つある。イシュガルドの異端者に情報を流した理由だ。異端者が蛮神絡みであった以上帝国が目指す蛮神討滅という国是に反することになる。この件にはどこの意思が働いたのかはこの先の追及で明らかにしなければならない。やれやれ、腹心を失った上にさらに尋問を繰り返さねばならんと気が滅入る。だが必要なことだ。黒幕を突き止めない限り第二の写本師が現れるだけだからな。分かっている。彼女に近い者はすでに拘束してある。これから彼女も含め話を聞くことになるだろう。局長、彼女の協力者の中には無実の者もいるはず。厳正な審査の上対応しよう。それを聞いて安心したよ。エオルゼアのためとはいえ味方を疑う仕事で心がすさんでいたのでね。では失礼する。我が輩は結局この何年か奴らに踊らされていたということか。エリヌ・ロアユの裏切りには憤りを覚える。確かに彼女の未熟さがそれを招いたのかもしれん。だが為政者でありながらその境遇を利用して国民のためではなく己の利益のためだけに彼女を使ったことは許されざる行為だ。聞いておるのだろう、共和派のネズミよ。貴様らの所業は決して許すことはできない。いつの日か貴様らを排除しこのウルダホを正しき道に導く。今日はこのまま休んでよい。ご苦労だった。承知いたしました。
それでは失礼いたします。はあ、この部屋もいつまで金庇でいられるか。そこまで迫った状況なのですか。先のフロンティア計画の一件以来、サカツ州はロロリト派に代わり、テレジアデレジ派が台頭している。問題解決に臨む王党派とは裏腹に、己の利益を優先するサカツ州ら共和派、その共和派ですら分裂し内紛となっているのが現状じゃ。こんなことでいがみ合っている場合ではないというのに。ならばいっそ女王の権限としてサカツ州を解体することはできないのですか。商人たちの代表を兼ねるサカツ州の一方的な解体は、彼らに限らず今のウルダハを作った他の商人らの戦場を逆なでることになる。そうなればウルダハを取り巻く状況はさらに悪化しよう。商人に限らず市民も難民もウルダハの民すべてが幸福を求めている。祭りごとを担う者としてそれに応えなければならない以上、今は迂闊に敵を増やす時ではないのじゃ。ロロリトにしてみれば現状を見ていない夢物語なのかもしれんがな。国の柱たる民と礎たる為政者の思想の相違、お互いの立場が違う以上、ある程度は仕方のないことですが、同じ為政者の中でのそれは溝が深まるほど、その上で生きる民が煽りを食う。しかも大衆はまるで国民を見ようとしていない。これではいくらナナモ陛下が尽力されても国をまとめるなど。それに加え、不滅隊の中で長きにわたり密偵を飼っていたという事実、領土を拡大し細部まで目が行き届かない帝国ならまだしも、多くの傭兵を受け入れているとはいえ、限られた中での不祥事は共和派に増長を許すだけか。ガレマール帝国の脅威が迫ろうとしている今、早々にエオルゼを一つにまとめなければならない。そのためにまずは各々の国の意思を統一せねばならないというのに、何か手段はないのでしょうか。ウルダハの宝は金銀でも宝石でもあらぬ民じゃ。その民の意志が一部の負者に歪められてはならぬこと。共和派の連中も商人たちの自治を大義名分として歌っているが、結局は奴らの思うがままに国を動かしたいだけに過ぎぬ。これは真の共和にあらず。民のための祭り事は民のために行わなければならない。つまり解体すべきはサカツ州ではないのだ。ナナモ陛下、まさか。そのために貴公らを呼んだ。わらわが公言することでウルダハは大きく揺れよう。後の混乱をラウバーンと協力し平定してもらいたい。ウル王朝最後の王として恥を忍んで貴公らに頼みがある。このウルダハを、ウルダハの宝を、どうか
守ってやってほしい。七尾陛下。では。そう。解体すべきは国家そのもの。しかるべき折に潤王朝の幕を下ろし、共和制に移行するつもりじゃ。これによって、王党派も共和派も解散する。ウルダ派は、王のものでも、豪商のものでもなく、民のものとして生まれ変わる。すまんな、ラウバーン。お前の忠義を裏切る形になる。だが、今わらわにできることはこれしかないのじゃ。許してくれ。